銀河鉄道の夜、宮沢賢治。銀河ステーション、銀河ステーション。僕はいつの間にか汽車に乗っていた。周りはダイヤモンドを散りばめたような、すごく輝いていた。ずーっと汽車の中でいろんな人に出会って、いろんなことを教えてもらった。そしていろんな人と別れた。次は赤いルビーのように真っ赤に自分の体を燃やすサソリの火の話だ。川の向こうが急に赤くなりました。空に真っ赤な火が燃えて、それはルビーよりも赤く透き通って天を焦がすほどに燃えているのでした。あれはサソリの火だ。サソリって虫だろ。僕、博物館でアルコールにつけてあるのを見た。毒を持っていて刺されると死ぬって先生が言っていたよ。どうして空で燃えているんだろう。私、お父さんから聞いたの。昔、野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんかを殺して食べていたの。そしたら、ある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げているうちに、とうとう井戸に落ちてしまったの。そして、溺れそうになった時に、サソリを初めて気がついたの。こんなことになるんだったら、初めからイタチに自分を食べさせてやればよかったなって。そして神様にお祈りをしたの。神様、今度生まれ変わるときはどうぞ本当の幸せのために私の体をお使いくださいって。そしたらサソリはいつの間にか自分の体が真っ赤な美しい火になって、暗い夜の空を照らしているのを見たんですって。神様はサソリのお願いを聞いてくださったんだね。いい話だな。サソリはみんなのためにああやって空の目印になって自分の体を燃やし続けているんだね。僕、サソリが好きになった。ジャパンには心の中にまた光が差し込んだような気がしました。急に汽笛の音が何度も鳴り響いたかと思うと、窓の外が真っ暗になりました。あの女の子と青年もいつの間にかにいなくなってしまいました。ここは空のトンネルだよ。今、コールサックの中を走っているんだ。カンパネルだ。僕たちまだ二人っきりになったね。どこまで一緒に行こう。僕はもう怖くない。あのサソリのように、本当にみんなの幸せのためなら、僕の体なんかどうなったって構わない。うん。僕だってそうだ。でも、本当の幸せって何だろう。僕、まだわからないよ。僕だってわからない。でも、二人で一緒に、本当の幸せを探そう。ねえ、カンパネルラ。僕たち、どこまでも行こうね。うん、きっと行くよ、ジャパンに。ご覧、あそこはなんて綺麗なんだろう。みんなが集まっているよ。あそこがきっと本当の天井なんだよ。カンパネーラは窓の外に開けた綺麗な空の野原を指して叫びました。ジョパンにもそっちを見ましたが、そこにはぼんやり白く煙っているだけの何も見えませんでした。ジョパンにが振り返ってみると、そこにはもうカンパネーラの姿はなく、ただ座席の青いビロードばかりが広がっていました。カンパネルラ、カンパネルラ。ジョパンニの叫び声を消すように、空にはハレルヤの歌声が満ち溢れ、金色の十字架が輝き、一筋の階段が高く高く空へ続いて、その先は光の果てに吸い込まれて消えてしまいました。ジョパンニは喉いっぱいに泣きながら、ただもうカンパネルラの名を
叫び続きました。カンパネルラー！ジョパンニは目を見開きました。元の丘の草の中に疲れて眠ってしまっていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬に張り詰めた涙が流れていました。僕、夢を見ていたんだ。空を仰ぐと、たった今夢である。天の川がさっきと同じように白くぼんやりとかかり、たくさんの星も同じようにきらめいていました。ジョパンニはお母さんのことを思い出し、急いで丘を駆け下りました。その時、川の方から救急車のサイレンが響き、遠く風に乗ってきました。ジョパンニはなぜかあっと胸が冷たくなったように思いました。そして一気に丘を降りて行きました。河原が人はいっぱいで、橋の上にも川岸にも黒い人影がじっと川を見つめたまま、誰も一言も物を言う人はありませんでした。ジョパンニは河原の人の集まりが真っ黒に立っているところへどんどん歩いていきました。すると、いきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソはジョパンニを見ると走り寄って言いました。ジョパンニ、カンパネルラが川へ落ちたんだ。え？どうして？いつ？サネリがね、灯籠を水の流れる方へ押そうとして、船が揺れて川へ落ちたんだ。そしたらカンパネルラがすぐに飛び込んで、サネリを船の方へ押し寄せた。サネリは船に捕まって助かったけど、カンパネルラはそのまま流されて見えなくなった。カンパネルラのお父さんも来ている。カンパネルラのお父さんは黒い服を着てまっすぐに立って、左手に時計を持ってじっと見つめていた。そしてきっぱりと言った。もうダメです。落ちてから45分経ちました。おじさん、僕はカンパネルラとさっきまで一緒にいたんだよ。カンパネルラと。ジョパンニは叫びました。僕はさっきまでカンパネルラと一緒にいた。そう言って、もう喉が詰まってもう何も言えなくなるぐらい夢中で言い続けました。そして走り出して溢れくる涙をこらえながら、また丘の上まで